さあ、それでは綾瀬はるかさんの2016年への抱負一言ですお願いしますはいちょっとここおかしいですね。<laughs> <laughs> 今年1年で一番印象的だったような楽しかったようなことって何ですかうーんあの実家の方なんですけど芝犬を買いまして服というんですけど家族が一人増えてあの またさらに家族に笑顔が増えましたね。子犬の柴犬ですか？子犬からかはい子犬から生い出してはい子犬ってめちゃくちゃ可愛いめちゃくちゃ可愛いですね。結構でもご実家だとあんまり会いに行ったりはできないですよね。はいなので、うん、あの家族からでも写真を送ってもらって成長を見守ってます。はい <laughs> 結構、はい、子犬からだと柴犬急にボンと大きくなったりするときありますよねそうなんですよなんか丸っこくてもふっとしてちっちゃかったんですけど一ヶ月後にはすでに足がちょっと長くなってスッとしてましたね <laughs> してますよね、うん、これから顔もぎゅっと長くなりますよね <laughs> そうそうそうはいじゃあもう最近の癒しはそのフクん。はい、ね、フクちゃんですフクちゃんフクちゃんはい いじゃあ逆に綾瀬さんのこの1年の中で自分に「お疲れ様です」って言ってあげたかったような出来事って何ですかうーんそうですねでもあのいろんな作品がの撮影が続いていたんですけどあのまあ健康でまず健康で迷惑をかけることなく、はい、<laughs> できたのでそれは良かったなと思います。 そうですよね。体調管理も頑張って自分でやらないと、なかなか難しいことですからね。はい、それは、綾瀬さん、お疲れ様です。ありがとうございます。<laughs> はい、さあ、それでは綾瀬はるかさんの2016年への抱負一言です。お願いします。はい。ちょっとここおかしいですね。<laughs> <laughs> これはどんな思いを込めあのたくさんい,いろんな人に笑顔をたくさんあげたいって言うとあれですねたくさん笑顔になってほしいっていうこととあの自分自身もたくさん笑ってあの笑う角には服着たるということで笑いをどんどん増やしていってあの来年もお笑いの年にしたいです。<laughs> <laughs> お笑いの年にってうと、またなんか明日の見出しが変なこと。<laughs> そうですよね。<laughs> はい、お笑いデビューかみたいな、そういうことではなくて、ね、はい、そうじゃなくて。あの、笑いがたくさんある。笑顔がたくさん溢れている年にしたいなという思い出書きました。はい。